でもそんなことしきいやつおるったいね。いやだけどほら逆側、駅の逆側にいたけんバレんと思ったんじゃないですか。しめしめっつって、うん、いやでもさ結構リスクを冒してまで。そういやだけどまああばよくはじゃあ連絡先聞いて、この間すいません助かりました、今度お食事でもごちそうしますからっていう友達はそれ言ってて、でも私は普通に純粋にお金がなくて困ってる人だと思ってたのに、やつはカウンターでこう携帯こうやりながらなんかイボイボがいっぱいついたお財布をねここに置いてるんですよ。あるやないかって思って返していや言いたかったけどやっぱ怖くて言えなかった。うわすごいね。だけどね近年の番号を聞くという手順こうナンパ数でもさ、すいませんって言われた時に何ですかっつって。いやちょっともうすみませんもう私もうバーってほらで結局ほらキャッチのね、もうキャッチすぐ連れて行かれるパターンじゃないもん。なんかちょっと肌診断無料で今やってますから。一回行ったことある。エステのやつ一回行ったことある。そんなこと言ったらもうこうやって打ち合う時に長さんちょっとごめんもう1万使ったけど。もう電車賃なくなったけどさ、それワイボーやないですか。ワイボー手口来るよ直美さんほらもう断りきらんけんっていや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 もう絶対に騙されないと思った。私結構騙されやすいタイプだなっていうのは自覚はあったんですけど、なんつって断ればいいとこやなねえ。もう無視するのが多分一番いいと。ほらキャッチの兄ちゃんとかも、いやもうちょっと時間ないんで友達と待ち合わせしてるんで、いやもう友達じゃあ来るまでいいやんみたいな話になるやん。無視するのが多分一番。いやでもほら明らかにキャッチとかだったら無視できるけど、すごい困ってる人が目の前に来たら、でも困っとったら、知らん若い姉ちゃんに金貸してとは言わんやろ。そうですかね。そうよ。でもだから交番とか行って、いやもうあれしましたとか、なんかいや普通やったらよ、もう怪しいと思わな、知らん裏若き女性に金貸してって言える神経はね。そっか。もうその時点でおかしいよ。そっか。じゃあ今度から気をつけよう。鬼になろう。困ってる人がいても。そんなばっかりするけんもう財布なんか真っ赤っかになる。もう助けてください本当にもう真っ赤っかやもんね。ねえ。なおみちゃん結構そういうなんか困った話が多いよね。なんかね。なんか内藤ハッピーな。ちゃんちゃんちゃんで終われるよね。ハッピーな話がないんですよね。本当困ったことに。上向いて歩こう、上向いて。下ばっかり見て歩けろ。ね、いやもう本当下ばっか向いてもう猫だけね。もう猫ってスマホばっか見ようけん。なんかあいつもういいかもやんと狙われるってよ。もう上向いて鼻くそでもほじりながら歩けるの。逆に近寄れない感じね。そうそうそう。やばいやばいやばい。あいつやばいみたいな。そうしよう。じゃあ鼻ほじりながらじゃあ。それがもう俺みたいに誰も話しかけてられんぐらい真っ黒けに日焼けするから。結構道のり遠いなそこまで行く。